それでは西川選手、ウラケンプラスの方々にメッセージをお願いいたします。ウラケンプラスの会員の皆様、西川修作です。まずは今年もよろしくお願いします。そして今沖縄キャンプで、頑張っております。沖縄意外と、まあ、寒いですが、ですよね、はい、新しい新加入選手もたくさん入ったので、皆さんにこう期待してもらっている分、結果を出していきたいなっていうシーズンにしたいなと思ってます。あとは今日本日沖永さんとのインタビューでかなり深いゴールキーパーの語っていただきましたけど、いやそうですね、本当にゴールキーパーとは何かっていうものを特に浦和レッズのゴールキーパーチームのそのやり方っていうのを沖永さんにですね、根掘り葉掘り聞いてもらったので、まあ時間はね足りないなって思いました。また次回第2弾を、ね、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あと今期も期待しておりますので、はい、頑張ります。ありがとうございました。